メチャンゴホラセクシーでしょ。フィリピンの医師の用語ですね。Hi guys! Hi! Magandang hapon sa inyong lahat. Hi nako! Edward です。はいと、今ね、グリーンヒルズなんですよ。ちょっと久々にね、グリーンヒルズでやってきましたよ。今ね、規制が厳しめの GCQ なんですね。だもんでね、まあ、規制がちょびっと緩和されたということで、このね、グリーンヒルズがどうなっておるのかっていうのをね、見に来たんですね。前回来たのがね、確かもう去年の10月とか11月でしたからね、まあ、だいぶと変わっちょるかもしれませんね。皆さん、フィリピンしてますか？それじゃあね、グリーンヒルズ、どんとこーい。ほんと、これでね、中へ入ってきましたよ。ものすごいワイドですね。ほら、門限ワイドですよ、隙間が。すごいな。ほら、こっち側もほら。ほら、こんなスペースありました以前、グリーンヒルズ。ないでしょう。こっち側もほら、すげえワイドになってますね。前やったらね、これぐらいですよね。これぐらいのね、スペースでしたよね。で、所狭しとね、お店があったんですけどね、もう全然ないですね。へー、こんなことになっておるんですね。まあ、ほいでもね、お客さんはね、なんかこう、おりますよね、この辺とかね。お客さんなんかな、従業員の人なんかな、ちょっとわからんですね、この差がね。わーおですね、ここほら、サムギョプサルですね。ほー、まあ、人は歩いちょりますよね、ほいでもね、やっぱりね。僕もようさん売ってますね。ほらこれシャネルですよね。シャネラーにはね、これは A でしょうね。全体的にね、こう広いと歩きやすいですね。で、見やすいですね。子供服とかね、子供服はね、子供が今外出れんですからね、あんま売れんでしょうね。なんかね、去年来た時よりは人は多いですね、やっぱり。去年の10月だか11月だかに来たんですけどね、その時よりは多いですが、これでもやっぱりね、少ないですよね、この感じだとね。あ、このこれですね、これほら、このカーペットみたいな絵ですね。これカゴとかね、これね、絵ですね。こういう感じなんですね、今はね。ちなみにね、今日日曜日なんですよ。5月16日の日曜日ですね。これはなんかおしゃれですね。ノースフェイスのジャケットとか売ってますけどね。フィリピンめちゃんこ暑いですからね、なかなか着る機会がないですね。あのバギオとかね、あっちの方行くんやったらね、着れますけどね。まあ、これでも行けんですからね、今ね。フェイスマスクとかフェイスシールドとか売っちょるね。これはね、ほら偽物のブランド品ですよ。時計とかメガネとかようさん売っちょるね、ブランド品のバッグとかね、ほらルイ・ヴィトンやらエルメスやらグッチやらどんとこいですね。ほらなんかほら結構人おるね。どうですか、カメラで見る感じやと。肉眼で見る感じでは結構おりますけどね、人ね。あ、僕ね、以前これ買いましたね、これね。この黄のね、カップね。これでもね、あの、持つところが取れましたね。ほら、エルメスとかね。ありますね。お客さんもね、まあ、ちょいちょいおりますけどね、やっぱりこれみんなフィリピン人ですよね。人外さんがおらん感じですね。これブランドですね。ここでね、ブランド品買ったことある人は多いと思うんですよね。ヴィトンの財布とかね、グッチとかいろいろありますわな、あんまり。でもフィリピンに住んでおるとね、こんなんどこでもありふれてますからね。この辺もね、ス
プリームとかいろいろありますわな。やっぱりフェイスシールド関係が多いですね。今フェイスシールドもね結構おしゃれなんかで出てきちょりますからね。このフェイスシールドでおしゃれをする時代ですね今ね、フィリピンね。これなんかおしゃれですね。これほらこのスプリームとかほらどうですかこれ、かっちいですねこれ。これほらこの頭にスプリームって書いてますしね。これとかねおしゃれですね。まあいらんですけどね。この辺がほら時計ですね、ロレックスとかオメガとか。え、ほんまに。お、ドラえもん。お、グッチドラえもんですね。プレサイズ。いやこれほらドラえもんの T シャツがありましたよこれ。しかも100ペソです。でグッチドラえもんでねなんかコラボしてましたもんね。あのヒカキン TV 見ましたよ。なんかね黒がないみたいですね色。あ、ここも100ペソですね。ああ、なんか黒は人気みたいでないですね。いや大量のブランド品ですね。あのスプリームビトンのねあの赤いバッグとかもねありますしね。どうですか皆さん欲しいでしょう。いやー洋さんありますねやっぱりね種類がね。で結構ほらやっぱ人がねおるね、なんかにぎわっとるね。ここなんか派手ですねこのねパジャマみたいなね。このほらこれもマスクもねブランドですね。ほんまにブランドの傘とかね、ローさんあるね、ほんまに。ノースフェイスのバッグとかね、あれ結構おしゃれよね。あ、こういうほら、こういう時計ね、これね、これロレックスとか。ありますね。おしゃれですね。掛け時計ね。結構ね、あの外人さんっぽい人が時計とか買っちょりましたね、さっき。ほら、結構ね、お客さんおるね。で、なんかほら、買おうとしてますもんね、結構。人々がね。あ、これ可愛いですね、これね、ほら。この犬ね。可愛い。この辺結構人多いですね。靴や、これ靴が500ペソみたいですね。あ、ここもなんか試着しちょるね。ここも500ペソですね。どこもセール中ですね。ここもセールって書いてますね。なんかほんまにね、あのものすごい幅広なりましたね。歩きやすくなりましたね。これ元々のね、このグリーンヒルズを知っておる人ならね、え、これどこみたいな感じでしょう。もっとね、所狭しとね、並んじょりましたからね、以前ならね。これがね、現在のグリーンヒルズだ。まあほいでもね、こういうの嫌じゃないね。どうなんだろうな、このグリーンヒルズってね、結構ね、家賃も高いんですよね。でも今もしかしたら下がっておるかもしれないですね。やっていけないですもんね。お客さんがフィリピン人ってなるとね、以前のようなぼったくりができないですからね。これえらこっちゃですね。ということで今はね、このグリーンヒルズもフィリピン人用のねマーケットみたいなちょるね。これほらなんかグッチとか多いですね。まあなんか思っておったよりも人がおりますよね。あ、ほんでほとんど安いですからね。
T シャツ関連も100ペソとか150ペソとかなんかそんなんで売ってますね。なんかちょっと中入ると薄暗いですね。薄暗エリアですね。なんかこの辺に来ると途端に人がおらんようになりますね。もう完全にこう従業員の人しかおらんですね。この辺があの真珠とかそんなんですね。真珠関連はね結構あのイスラム系の人がね牛耳ちょりますからね。でもなんかねこの締めておるところも多めですね。あこの辺ほらすっからかんですね。厳しいですね。なんかのメイン通りみたいなねところは結構人おりましたけど、こうやってちょっと中に入るとね人がバチコーンとおらんようになりますね。この辺もほら従業員の人しかおれへん。でもみんななんかあのアグレッシブに声もかけてこないですね。じゃあちょっとね上に上がってみようかなち思うちょるよ。これ上はねあのガジェット系ですね。まあ、ガジェット系はねあの前回来た時もね大盛況でしたよね。今はねフィリピンもオンライン化がねバッチンバッチン進んでおりますからね。あやっぱりめっちゃいますね。これなんか札みたいな持ってほら売り込んでますよ。ほらこっからの景色は圧巻でしょう。どうですか。なんかねこの景色がグリーンヒルズの感じですよね。いやグリーンヒルズと僕ですね。ほらめっちゃ人いますね。モンゲーなこれ。これなまらモンゲーですね。いやなまらモンゲーを僕から引き出せやなんてグリーンヒルズはなかなかやりますね。やっぱりみんなねこうオンライン化に向けて準備をしておるんですね。ほらもうほらめっちゃアグレッシブに声かけてきますよ。みんな1階とはえらい差ですね。なんかこれね PS のソフトとかもね量産あるしね。いやなんかこの感じがねフィリピンって感じですね。もともとフィリピンはねどこ行ってもねなんかこう賑やかですからね。これもねどれぐらいの数のお店があるんでしょうね。それにしてもね1階はねかなりあのスッカスカでしたけど、こっちはね結構埋まっちゃりますね。閉めておるところがねこのないですもんね。こんな感じなんですね。この辺は修理屋さんとかね、ほらほら来い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 言うてほらめっちゃほらめっちゃほら手挙げて言うてくるでしょう。なんかモテモテになった気分ですねおっさんからね。これほらドローンですね。そろそろね江戸チャンネルにもねドローンを導入していこうかなち思うちょるよ。この辺が家具ですね。なんかほら絵ですねここ色味がね。王様が座るソファーみたいなねあっち側とかね。でもあの座らんとってって書いておりますね。あここ木の器ですね。いいですね。あこれほらどうですかこれ形が卑猥ですね。あおいでもね皆さんそういう意味じゃないですよ。皆さん好きですね本当に好きですね。でもいいですねこう木のね器とかね。なんかこの家具エリアはあんま人がおらんですね。ガジェットエリアに比べるとね。ほらフィリピンのアートですね。こんなから僕の絵もあるかもしれないですよ。ほら僕といえばねアーティストですからね。あこれでも僕絵とか描きませんね。でこっちがねあのまた違うフロアですね。オタク系のお店が多いですねこっちはね。僕もねこの辺がこうどうなっておるかようわからんですよね。もうややこしくてね。でここがほら T シャツ屋さんですね。このアニメ系のね。ほらルフィとか
ダイモスとかボルテスパイプとかビートルズとかね、 20% オフで買いちょるよ。この辺がもう完全にほらマンだらけみたいでしょ。ここマンだらけのお店ですねこれね。中野ブロードウェイとかね。こういうのはいいですよね、見てるだけでもね。なんか買おうとは思わんですけどね。こう見ちょるだけでいいですよね。あ、ほら、あとミニ四駆ありますよ。ミニ四駆ってね、こうやってほらジープも出しておるんですよね。かっちょいいですよね、ジープね。ジープのミニ四駆ね。麦わら海賊団ですよ、これ。これゴーイングメリーゴーと、こっちからサニータウザンド号でしょ。なかなかですね、これこんなんあるんですね。あ、これ他の海賊団のもあるんですね。これほら下にはほらこんなんあるんですね。何ですかこれ。なんかようわからんですけどね、こんなんがあったんですね。ものすごい数ですねこれ。よくこんな揃えましたねこれ。ほらこのスパイダーマンすげえわがままボディですね。皆さんこれほらゴッドシグマですよこれ。知ってます、ゴッドシグマって。これ子供の頃にね、京都テレビで今日再放送やってたんですよ、このゴッドシグマ。シグマシグマゴッドシグマって、1800ペソですねゴッドシグマね。まあ、はっきり言ってもフィリピンで人気のあるこのダイモスとかボルテス5とか見たことないですからね。ゴッドシグマでもね見たことあるんですね。あ、もしかしたらゴッドシグマがフィリピンで売っておるということは、ゴッドシグマもフィリピンで人気なんですかね。あ、こういうの素敵やん。やはりジョリビーですね。なんか女の子がおりますね。いや、まあ、ジョリビーはね今世界中で人気ですからね。ほらもうイギリスでもアメリカでも、 もう人気が爆発してますからね。前方には超セクシーな女の子がいますよ。店員さんですね。こんなセクシーな店員さんおるんですね。めちゃんこほらセクシーでしょ。 Hi guys! Hi! Magandang hapon sa inyong lahat. Happy Sunday! Magmamain ba talaga kayo? 2-5 din tong Lupin the Third na isa. Ayos yun. あのまあ、フィリピンの医師の用語ですね。なんかね今ドラゴンボールのフィギュアとかそんなんをね3000ペソとかほんなり売ってますね、まあ、彼女だったら売れるんでしょうね。セクシーですからね。この辺もほら完全にオタクロアです。あ、ほらコロッサルタイタンですよこれ。ベルトルートでしょ。へー、すごいな、こんなんあるんですね。多分高いんでしょうね。あ、これほら悪魔の実ですよこれ。フィリピンで買えるんですね、悪魔の実がね。ここにほらピカチュウもねおりますね。こんなオタクショップがあったんですね、グリーンヒルズの奥の奥にね。いや僕は知らんかったですね、こんなんがあったやなんてね。ここでもね人がおらんですね、こんな端っこの方はね。これはジェイソンでしょこれ。ちょっと怖いですね、ジェイソン。コント。これでね、まあ、ちょっと喉を渇いてきたので、マカオインペリアルやってきましたね。で、チーを飲んでおりますよ。うまい。やっぱほら、喋り倒しますから、喉がね、ちょっとやられんですね。まあ、それにしてもね、どうでした？グリーンヒルズ。なかなかね、まあ、思ったより人はおったって感じですよね。これでもねちょっと奥入るとね人がおらんようになりましたね。でね、相変わらずねあのガジェット系のあのフロアはね大盛況でしたね。やっぱり今もねオンライン化に向けてねみんないろいろ買うておるんでしょうね。で、あとねあのオタクフロアね、あの見ました、オタクフロアのあの美女、あの胸元を強調したあのダッチューノみたいな女の子ね。懐かしいでしょ、パイレーツダッチューノです。オンラインセリングやってましたね。多分ね、あれ、Facebook かなんかで売っておるんでしょうね。今ね、結構ね、フィリピンで熱いのが、オンラインでね、こう、Facebook で、これなんぼで売りますよ、みたいなのをね、やるのがね、結構流行っておるんですよ。で、彼女もね、やっておりましたね。やっぱね、ほら、人が混んですからね、ああやってね、
こうアグレッシブにこう打っていくんですね。グリーンヒルズはこんな感じです。チャンネル登録グッドボタンお頼もうします。それではお時間でございます。